ゴルファー登場、人と竜との絆のために、はい、ということで今年ラスト動画です、よろしくお願いします。ノリがちょっとおかしかったね。はい、この動画では、後日、まあ今日が今ね31日大晦日ですけども、1月1日の0時から来るってね、先ほどね X で公表されていたので、0時から登場します新キャラクターエクセリアというキャラが今回登場するんですけども、そちらの説明解説をしたいと思います。え、まだ実装されてないんじゃないかって。その通りなので、この動画では性能ではないエクセリアのことについて、はい、エクセリアについてね、まあエクセリアについてっていうか、まあ僕の思い出的なことで、はい、お話したいと思います。本家の知らなくプロジェクトのでどういう感じの衣装できて、どういう見た目できて、どういう感じだったのかなってお話をしていきたいと思います。まあね、このゲームはね、白猫ゴルフは、ゴルフゲームが好きな方もやってらっしゃる方も多いと思いますので、今回はね、そういった形で、まあ、エクセレについてね、このキャラクターについて説明して、一人でも多くね、このキャラクターについてね、気になっていただけたらなと思うので、よろしくお願いします。あ、いつもとマイクが違うので、少々ね、聞きづらいかもしれませんが、ご了承ください。はい、撮影環境も違うので、はい。ご了承ください。それでは、レッツゴー。はい、ということでね、酒は一杯しか飲んでないので酔ってません。はい。このノリは適当なだけです。ということで、やっていきますけれども、一発目がですね、こちら。はい。ドラゴンライダーね、初期のドラゴンライダー。ドラゴンライダーっていうね、職業がね、ドラゴン乗るキャラクターなんですけども、初めて実装されたキャラクターですね。エクセリアとギョルグ、ね、がね、初めて実装された時に出てきた。1周年ですね。1周年記念で登場したキャラクターとなっておりまして、エクセリアさんですね。当時の紹介としましては、ドラグナーにて、竜の国、王家の王女、相棒は、白竜、ラピセルってことでございまして、ドラグナーというね、その竜の国がね、というものがありまして、あの世界、竜の国では、ドラゴンと人が共存して生きていこうっていう世界なんですよね。そこでの、まあ、王国の王女なんですよね。王女として出てきたエクセリア。まあ、ギョルグってキャラクターもいるんですけど、まあ、今回エクセリアなんで、エクセリアの話としてはエクセリアというキャラがいまして、こちらね、ドラゴンに乗っかっていると思いますけども、このドラゴンがラピセルというね、ドラゴンになっておりまして、まあ、妹としてね、可愛がってるんですよね、エクセリアはね。はい。といった感じでね、CV がタンゲさんかな、タンゲさんですね。有名な方ですね。カードキャプター桜の声の人かな。ですね、その主人公かな、僕は見たことないですけども、というところでね、まあ、人気声優でもありますし、まあ人気キャラっちゃキャラなのかな。登場回数も別バージョンを含めると8回登場しているので、まあ、人気キャラになるのかなと、はい、思いますね。ただね、これ1周年のキャラクターなんですけど、僕は2周年のちょっと前に始めたんで知らないんですよ当時。はい、だからまあ、もちろんイベントはやりましたよね、復刻された時やってますけども、まあ、感想としては、知らねえ。知らんっていう話なので、飛ばしていいですか。はい、次行きまーす。次、こちらが、これが、これ温泉でいいのかな、正月か。正月です。ごめんなさい。正月で登場したエクセリアです。だから、周年が7月に来て、で、1月の正月、2016年の正月でエクセリアが登場したと。はい。まあ、なので、僕、この時も知らないんですよね。なんですけれども、このエクセリア結構すごいよね。今見てもさ、結構攻めてるよね、衣装。ね、胸元えぐくないとか、肌露出多すぎね。僕的にエクセリア結構このエクセリア可愛いなと思いますね。結構見た目アドが、いいよね。で、ラピセル。これラピセル？これはフィーユか？書いてる？あ、フィーユかな？これフィーユだね。はい。ちっちゃいんでフィーユですね。そう、ラピセルっていうその大きい子とフィーユっていう子がいるんですけども、はい。今回はこれはフィーユですね。が一緒にいて、まあ、温泉なんですけども、まあ、僕はこれも知らないので、次行きます。で続いて、はい、よく出ますね。チャグマ学園でございます。はい。チャグマ学園で登場したエクセリアですね。このチャグマ学園もさ、言うてさ、3月とか7月ぐらい来てたような、3月、2月、3月とかやったかなに来てるので、初期がドラゴンライダーで、先ほどのやつが、魔導士。で、今回このチャグマが、双剣ですね。のエクセリアとなっておりまして、これは、バトン部なのかな、はい。バトン部でのエクセリアとなっ
ております、まあ、新体操部か、新体操部です。はい、なんですけども、はい、まあ、フィーユまた映ってるね。まあこれもね、見た目的に可愛くていいんですけども、あ、はい、同じく知りません。だからエクセリアすごいですよ。執念で生きて、でその執念の7月に来た、で1月に温泉で来て、で正月か、正月で来て、で、2月か3、これ後半クールか、後半クール、前半クールか、シャルがいたら前半クール、あ、後半クール、スキミがいるんで後半クールの、キャラで、まあ3月ぐらいに来てたのかな。なのでめっちゃ高スパンでね、3回来ててね、えぐいですね今見ると。はい、まあ、なんですけども、まあ、知らないので次いきます。次からです。こっから僕知ってます。はい、こちらがウォーリアーの、はい、ウォーリアーのエクセリアとなっております。あ、お腹痛い、ちょ、お腹痛い、あ、トイレ行きたい、あ、我慢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 、これがウォーリアーなんですけども、アイドル衣装ですね。アイドルのエクセリアと言いますか、あれなんですよね、この時ね、白猫と、白猫テニスと黒猫ウィズの3つがコラボするみたいな感じで、それぞれの作品から2キャラずつ出た6キャラでね、構成されたイベントだったんですけども、まあ白猫からは、白猫プロジェクト側からエクセリアが、選ばれたっていう感じでございまして、これよいしょ、うわでかい、ごめんなさい、ちょっとでかいですけど、はい、これがアイドル版、アイドルの別衣装みたいな感じなのかな、はい、となっていまして、これもいらんかな、はい、で、こちらがもう一個別バージョンのアイドル衣装となっておりますと。このエクスリアはね、まあ強いかと言われたら、まあ強くはなかったかな、正直ね、正直あんまり強くなかったという印象しか、はい、ちょっとないですね。ちょっとトイレ行きます。お腹痛い。どこまで喋った、お腹痛い、治った、ふぅ、すっきりした。アイドルエクスリアでした。次次がね、こちらです。これが、ドラグナー2の槍の、エクセリアかな、はい、ドラグナー、総空のドラグナー2で登場したエクセリアとなっておりまして、この時は、それこそシエラがいますね。シエラと一緒に登場した、キャラクターとなっておりますと。まあ、やっぱ同じね、まあ、ドラゴンつながりってことで、あ、この話、今思い出しました。はい。なぜエクセリアがこのタイミングかっていうことはね、やっぱり明日から、ね、ねえ、牛、虎、う、たつ、み、馬、羊、され、とれ、犬、いいのね、ねえ、牛、虎、う、たつの、たつなんで、だからエクセリアだとさすがにそうだと思うんですよね。はい、タイミング的にね。ってなったら、ルーシーは来月だね。期待してるぜっていう話はいいとして、これが、槍のエクセリアとなっておりまして、まあまあ、このイベントはね、やっぱりこう、なんですかね、まあ、ドラグナ関連、ちゃんとしたドラグナ関連としては続きものというところでね。で、なおかつ、まあ、シエラがね、絡んできたというところで、もともとシエラは別のイベントで出てて、で、エクセリアが別だったんですけども、同じドラグナということで、まあ、交わってっていう感じで、まあね、これのイベントは結構僕が好きでしたね、面白かったねっていう話なんですけども、まあ、エクセリアはね、そもそもね、性能的にめちゃんこ強いっていうのがね、まあ、それこそ最初ぐらいじゃない、最初は強かったらしいんですけど、それ以外はめっちゃ強いっていうエクセリアがいないのでね、まあ残念じゃ残念なんですけどね。まあ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 、まあこの時は、マジで、当時当ててないな、後から当てたからな、後から当てたら結構強かったなってイメージなんですけども。まあでも、結構まあ、ない。うん。うん、いいじゃないですか。次いきます。バレてると思うんですけども、エクセリア、あんま詳しくないっていう、もちろん知ってます、もちろん知ってるんですけど、はい、実際僕が始めてからは知ってるんですけども、もうその時にはもう出来上がり続けてさ、キャラクターがさ、詳しく入れないっていうところがあるんですけども、続いてこちらです。ここが結構ね、濃いところにはなるんですけども、これは闇エレノア闇エクセリア、エクセリアですね。はい、エレノ、それこそエレノアの時も説明しましたけども、エレノアは闇バージョンがありまして、エクセリアも闇バージョンがあるんですよ。はい。まあ別世界から来たエクセリアというキャラクターなんですけど、だから、今の世界線はね、無事にいろんなこう戦いを戦って、無事に生き延びた世界線なんですけども、このエクセリアっていうのは、たびたびそのイベントごと、まあそれがドラグナーのイベントとかで、亡くなってしまった。
大事な仲間で大事な人であったり大事な、まあ、ラピュスとかが亡くなってしまった後の絶望ルートのエクゼリアがこっちの世界で来ましたっていうところの話からつながってくるんですけども、はい、その闇エレノはまた間違えた闇エクセリアなんですけども、ね、このエクセリアねすげえよ、はい、その今まで以上に通常のエクセリアもまあまあすごいんですけど、よりね、なんだろうな、メンヘラ感エグすぎて丹下さんのねこの演技がやばいっすよ。めっちゃメンヘラです。メンヘラチックすぎてすげえ。俺はね正直こっちの方が好き闇エクセリアが結構いいよね、くすぐられるところあるんですけど、まあ、性能は弱い。次続いてもう一度ね闇エクセリアなんですけども、まあ、それこそあれが8周年かな、8周年の関連イベントで、こっちが9周年で登場したエクセリア、闇エクセリアとなっておりまして、まあこれこそこの衣装こそ結構攻めてるなと思うんですけども、結構いいですよこれ。よくない、これいいんすよ、これ結構いい衣装でね、こっちの衣装結構好きかな、はい、まあ、もう向こうもいいんですけど、なんかね、なんかこうドラゴン失ったから、竜を失ってるからこそのこの体一本でいってやるぜみたいな感じでね、それがねいいで、いやってかあとはねこのイベントがねめっちゃいいんですよ、ぜひ見てほしいな、はい、まあ、これ見るためにはいろんなものを見ていかないとお話がつながらないんであれですけど、めっちゃいいんですよ、めっちゃええストーリーなんで俺は泣いちゃったこのイベントマジで泣いちゃうからね見てほしいですね。で、この時に登場した、通常版のね、エクセリアがこのエクセリアとなっておりますと。神々しいですね。はい。こんな感じで神々しく、まあ初期っぽいイラストでね、なっていまして。こちらが、現状最新版のエクセリアとなっております。はい。いやーねー、エクセリアはね、まあ、性能で言ったらそんなにいいっていうところはあるんですけど、まあ、人気じゃ人気ですし、まあ、人気やけど、まあ、それこそ闇、エクセリアがおらんかったら6キャラなんで意外と出番は少ないんですよ。そう、うん、出番は少ないけども、でも人気じゃねえ、まあでも、まあ、1周年やから結構古いキャラになってるので、はなんで出さへんねやっていう声は多いなっていうイメージ、はい、人気やけどなかなかなんか出番も少ない。姉のタイミングのキャラって意外とね出番が少ない時が多いんですけども、雫とかもねそうなんですけども、まあもっとね出してもいいんじゃないかなと思いつつ、まあ話も難しいのかなと思う感じですかね。まあそれこそ季節もんがね今見た温泉だけなのかな、正月から何回言うね正月水着でおるから温泉で考えると正月ね、正月以外で季節もんって出てないわけなんですよね。はい、そう出てないからさ、チャグマとかねぐらいなんで、マジで何ぼでもクリスマスも何ぼでも出せるので出したらいいのになと思いながらね、まあ出てなくて、まあまあ今年はね、まあ、周年で2キャラ出たからまあいいとは思うんですけども、まあ、今後ねまあエクセリアはもっとどんどん出したらいいんじゃないかなと思うキャラクターですね。はい、ってところで、もし予想ですね、次は一応予想としてどういう性能なのかなっていう話なんですけども、エクセリア、別にパワーじゃないしな、テクニックでもないけど、まあまあまあ、せっかくならドラグナーとしての力を使うというモーションが一番いいと思うので、まあそうなると何だろうな、まあ氷結系かな、氷系の技になるのかなと思う、水属性なんでそうなると思いつつ、どうなるな、ラプセル出て、ブレスボーンみたいな、そんなんでピューン飛ばすみたいなでもいいのかなと思いつつ、いや難しいよね。まあそれこそ、チャグマの時は、新体操とかの新体操的なものもやったりするのかな。いや、難しいね。ちょっと、期待はありますけども、ただまあ、エレノアとかクロカみたいなキャラは、では来ないのかなとは思いそう。まあ、ああいうパワー、強キャラでは来ないのかと思いつつ、でもまあ、まだわからないので、まあ僕は期待しながらね。まあ、引くかって言われたらちょっと難しいかな。まあちょっと今回は性能を見て考えようかなとは、はい、思います。まあ何よりそのルーシーがね、もうそろそろ来そうなんで、はい。まあまあまあ、まったりと僕はね、したいと。とりあえず、1月1日はちょっと何を撮るかわからんけど、
ちょっとね、まあ、バタバタしてると思うんで、はい。まあ、その辺はね、ご了承ください。はい。ということでございまして、こちらが、エクセリアについての動画でした。はい。ちょっとね、まあ、忙、なんか、ちょっと何喋ってるか僕も分かってなくて、撮影環境も違うし、ちょっと難しくなってしまったんですけども、これで、ご勘弁ください。はい。これがラストの動画です。まあ、本当はね、総まとめ動画、2023年総まとめ動画を撮りたかったんですけども、ちょっともう撮る時間なかったんで、多分これで終わりだと思いますけども、はい、来年度もよろしくお願いします。はい。まあ、来年も、まあ、動画投稿時間はちょっと20、21とかなるかなと思いますけども、はい。まあ、何かをあげようと思います。はい。まあ、あれか、それこそ普通に一次予選の動画とかね、あると思うので、はい。まあ、その辺をね、あげていって、まあ、正月のキャンペーンとかがあれば、その辺のね、詳細な、情報とかもお伝えできたらいいなと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。そして今年1年、ありがとうございました。ざっくりと計算しまして、動画は400本近く上げております。はい。めっちゃ上げました。はい。だってね、1日1本は絶対最低上げたから、365本、5本はマックスでいってるから、絶対最低いってるから、その間で420、30本ぐらいいってると思うので、はい。本当に。これからも頑張りたいと思います。よろしくお願いします。それでは、またお願いします。良いお年を。また来年、会いましょう。